シプリアーノ・カストロ・ルイスは、ベネズエラの政治家、軍人、カウディーリョ。1899年から1908年まで独裁政治を取った、アンデス山脈のタチラ州出身。牧道から牧場主となったが、1899年に中央集権的な憲法に対する地方の不満とコーヒー不況を背景にして、コロンビア領内で挙兵した。 中央政府に戦線を布告後、いくつかの小規模な戦闘に勝利し、首都カラカスに進軍。タチラ州出身者と共に独裁政権を樹立した。大統領任期を6年に延長し、普通選挙を撤廃した。国際関係では、1902年12月に債務支払いを要求したイギリス、イタリア、ドイツの海軍がラグアイラなどの主要港を襲撃したが、 アメリカ合衆国の朝廷もあって、不払いのまま解決した。しかし、1908年には、アメリカとも関係が悪化した。病気療養のためパリに滞在中、副大統領府安ビセンテゴメスが隙をついて、クーデターを起こしたため失脚し、そのまま亡命状態になった。1913年に反乱を起こしたが、翌年鎮圧された。1924年に、 プエルトリコの港湾都市、サンフアンで死去。ありがとうございます。